僕が休日何してるかって？そんなこと聞いて何が楽しいの？まあいいけどさ。休みの前の日の夜からリナとゲームしてるよ。僕たち共通点が多いからね。リナとの共闘もいい感じにハマってる。最近じゃ敵なしさ。あとはベースボール観戦も外せないね。本当は球場で見たいけど、今は他にやることがたくさんあるから仕方ない。 SNS でファン同士の意見交換もしてるよ。なかなか僕と渡り合える人がいないのが困りものだけどね。あとはそうだな、ランジュに付き合わされてあちこち行ってる。この間は能を見たよ。ランジュは目を輝かせてたけど、僕はすぐ寝ちゃった。音楽は良かったけど。こんな感じで充実してるよ。これからはベイビーちゃんも僕に充実した時間をくれるんでしょ？期待してるよ。